イノ軍団沖縄支部新三マニア TV。 新三マニア TV をご覧の皆さん、こんにちは、新です。はい、今日ですね、某コンビニでコーヒーを買ってきたんですけれども、私が買ったのはアイスコーヒーなんですけれども、はい、このアイスコーヒーというのが、氷が入ったコップがあって、それに何ですか、マシーンにコーヒーを入れたてのコーヒーを入れるタイプなんですけれども、はい、でこれを買って飲んだんですけれども、まあ、いつも好きで飲んでるんですが、今回のがちょっと味が違う感じがしましてですね、なので、まあ、いつもと違う店舗で買ったのでちょっとよくわからないんですけれども、豆が違うのか、豆のこの何て言うんですか、保管管理だとかが違うのかはちょっとわからないんですけれども、少し美味しくない感じ、残念でした。なのでこういうコンビニって全部統一的に同じ豆を使ってたりだとか、なんていうんですか、保管管理の仕方が統一されていると思っていたんですけれども、豆が変わった様子はないと思うので、そういう品質管理の問題なのかなということで、ちょっと残念に感じました。味が違うので、もしくは味が違うのか、自分の体調があまり思わしくないのか、どちらかだと思うんですけれども、少なくとも今日のちょっと味が違う感じがしますね。はい、あと今日晴れていたらちょっと外に出ていろんな何かイベントごとがあるんで行きたいなと思ったんですが、ちょっと天気が悪くて雨も降ったり止んだりを繰り返しているので、そういうところに行くと、なんていうんですか、カメラの管理がちょっと大変だなということで、今日は行かずにただのんびりしようかなと思っています。あとは今回行ったコンビニでですね、ちょっと残念な出来事といいますかがありまして、このコーヒーを買って並んでいたんですけれども、で並んでいると、私はレジはコンビニの入り口に一番近いところに並んでいたんですけれども、で並んでいる時に、なんていうんですか、入り口の自動ドアがグイーンって開いて、でそこから、まあ、若いお兄さんが入ってきたんですけれども、私が並んでいるその列の中にふわーっと入ってきてですね、でそこでタバコくださいみたいな感じで言って、ちょっとって思ったんですけど、まあいいかと思って、別にそんなに急いでもなかったんで、そうするとまあ店員さんがここを並んでいるので後ろにお並びくださいみたいな感じで言ってくれたので助かったんですが、でそのおじさんが私の後ろに並んだんですけれども、並んだと私をこづいてくるんですね、店員に知られないように。でそれを感じてちょっとなんか嫌だなと思ったんですが、まあ別にね、無視しとけばいいかなと思って無視をしていました。そうするとなんかブツブツ、言っていて、並んでるの知らなかったとか、なんかいろいろブツブツ言ってたんですけど、まあね、こういう残念な感じになったっていう話でした。まあそんな大したオチはなくて、すいません。チャンネル登録お願いします。